はい、今回から私にとって重要なもう一つのテーマ、葬儀についてお話していきたいと思います。まあ、小さい頃からのお話するのも、まあ、なかなかめんどくさい話なので、まあ、一番重要な葬儀って何ぞやというお話をしていきたいと思うんですが、ですね、そう、他人の葬儀を否定することは、現在国際社会では、人権侵害です。わかりますか？もう一回言いますよ。他人の葬儀を否定することは現在では人権侵害だとして世界中で認知されていることです。それに関してこの国日本はまだまだ遅れている現状があります。はい。まあ、その、他人の葬儀に対してハラスメントをするのを葬儀払っているんですけども、私自身も日々葬儀払の中にいます。割と身近な人でも平気で葬儀払しますからね。そう。どんだけ嫌がらせみたいな感じもしますが、も私もね、逆に葬儀払してることも、まあ、否定はできません。例えばですね、女性のおっぱいがちっちゃいことを話題にして、笑い取ってみたりとかね。そうそう、うん。はい、ごめんなさい。ごめんなさいね。当事者が見てる前提なんで、本当にごめんなさいと思ってます。今度から気をつけるので、許してください。まあ、おっぱいの大きさは葬儀払じゃなくてセクハラですけども、相手の性、自分じゃない、他人の性に関する認識に対して、ああだこうだ言うことは、葬儀払というんですね。じゃあ、その葬儀って何のかというと、皆さん、LGBT という言葉はご存知でしょ？はい。まあ、今はもう、メジャーになりますね。LGBT っていうのは、セクシャリティ、まあ、要は、セックスに関する相性に対して、あの人どうだこうだっていう風なのが主なんです。まあ、恋愛対象ですね。まあ、恋愛対象に対してっていうことですね。まあ、L はね、レズビアン、女同士の関係ですね。G は、ゲイ、男同士の関係ですね。バイは男も女も OK ですよ。トランスジェンダーは男でも女でもない中間。男よりの女、女よりの男。まあそういった感じの中間的なものっていう感じなんですが、そればっかしじゃなくて、今では男でも女でもない自分という考え方もあるわけです。日本では X ジェンダーとか言いますけども、海外ではクエアとかね、いろんな他にはですね、二次元の人、アニメの世界の人しか好きにならないという人もいれば、まあ、性の思考が山ほどあるんです。そういう普通の男の人が女の人を好きになる、女の人が男の人を好きになるっていう、すべての性を全部含めて、葬儀と言います。はい。それがまあ、葬儀というものなんですが、なので、ここ、世の中に住んでいるすべての生物が葬儀に、すべての生物の性をひとまとめしたのが葬儀と言います。なので、性に対する、ハラスメントが葬儀払うというわけですね。で、まあ、で、私も、この、葬儀っていうものを今知ったというか、ここ2年ぐらい前から、ある言葉なんですけども、まあ、日々、葬儀払うに、直面してます。まあ、どんなところに、時に、葬儀払いに直面してるか、なんていうお話も、これからしていきたいと思うんですが、そもそも私の性は何かっていうことを、皆さんにお伝えするところからやりたいと思います。はい。でですね、まあ、私、よく言われます。いつから目覚めたのはいつってよく言われるんですね。まあ、要するに、まあ、男の女人にも女の人にも言われますが、それ自体葬儀払いだっていうことを分かってますかね。まあ、普通の人は分かってませんよ。はい。私の性の認識がどこかっていうのは、生まれた時からかどうかはわかりません。はい。だって、みんな、私そういう時聞きますよ。女の子には聞きますよ。いつから自分が女だと思ったのって。そう。みんなね、生まれた時から女だったって言うでしょ？違いますよ。生まれた時に自分が男か女かなんか誰もわかんないですから。赤ちゃんの時自分が男か女かなんかわかりました？男か女かっていうのは、生まれてすぐに認識したわけじゃなくて、生活の中で自分が男か女かってことを理解したっていうだけのことなんです。そう。そこからのお話をしたいと思います。次回、まあ、そんなわけで今回は終わり。ガチャンでした。